上総理を前にしてこれだけの単価を切った、それ一冊の本になっちゃったわけですよ。もう議事録ですからね、これ。安倍、みんなが期待、安倍総理への質問、山本太郎、まさにあのこの総理への質問集、なんですよね。質問者山本太郎って、僕、ものすごい卓越している、素晴らしい質問者だなと思うんですよ。だからこそ僕がハイライトを作ってきたんですけれども、先生から見てどこが素晴らしいと、ここは、すごいいい仕事してるっていうふうに思われますか。ちょっとその辺から。ゲラの段階で全部見せていただいて、私びっくりしたんです。私も今回の戦争法案の公開はずっと意見がりでウォッチしていたんですけども、一人で野党全体と同じ仕事をしてるんですね。これすごいと思います。本当に地頭のいい人だと思います。ちゃんと論点を全て把握していて、それから国会中のパフォーマンスですよね。見事ですよね。不思議な人ですね。私の常識を超えていたとそれ書いてありますけど、本当に思います。本当でも、いや厳しい、本当に今、本当に愛想尽かしたという言葉の通りですよ。例えばこの間衆議院の建物の中で仕事をしているときに、民主党の、こちら側に考えが近いからですよね、がたまたま取り組んだら、山本君みたいになっちゃって、どうですか最近って聞いたら、いや小沢が嫌だ、山本が嫌だって人がいるよねって、そうですかっていう話になったんですよね。本当にまとまってくれるんだったら僕全然抜けますから、そのようにお伝えくださいって話したんですよ。いいじゃないですか、全然ね、なかなか難しそうだなと。で、最初、今、小林先生がおっしゃったような、なんかこう、あ、いいなって思ってもらえるような人たちが旗揚げするようなことって、本当にワクワクするんですけどね、それがどれくらいの規模で取り上げられるかっていうと、あまり期待はされないと、マスコミはどうしては。だからそれを広げていくことができるような、一人一人の、一人一人がメディアになれるようなというか、あなた一人で何に広げられますか、何人の賛同を得られますかってことが、もうすでにもう始まってなきゃ、なかなか現実的には厳しい世界になるんだろうなとは思います。私は政治家じゃないですから、理論家ですから、そんなに悲観的ではないんですね。なぜ日本新党と言ったかというと、日本新党ができた時、もっと短期間でドタバタっていって、選挙前1週間に立候補を決めて、政治家になった人何人もいるし、だから、なんていうかな、やはり、あなたの大義名分が何であるかということと、それから、みんながぎょっとするような顔ぶれが揃うということなんだと思うんですね。未来の党がそれほどドキッとするような顔ぶれでは私はなかったと思うんですよ。新選組はなかったと思うんですね。なんか既存のものを寄せ集めたという感じ。だから本当に今歴史の分岐点ですから、安倍さんは本当に王朝を作ろうとしているような、言いない気するようなと王政ですよね。これしかも憲法9条は当然踏みにじられたし、ひどい状態。ここでやっぱり我々は民主革命の決意でですね、戦わなきゃいけない、本気で思ってるんですよ、私。だから、どれだけ説得が功を奏するかですけど、そういう人が何人か考えてる人がいるし、面白いのはですね、こうつぶやいたらですね、先週、何人も現職の民主党の議員が私に会いたいと言ってきたんです。だから、泥船から出たいという人もいっぱいいるんですよね。欲しいですから、ほとんど日程は入れて差し上げれないんですけど、そのものはきちんと書くと旗が立てばですね、黙ってても必死でついてきますから、いちいち対応しなくてもいいと思ってますね。もう本当に民主党に愛想つきましたよ。岡田さん、聞いてらっしゃいますでしょうか。なかなか聞こえないみたいなんで、周りの人を教えてあげてください。
あのこの部分、カットして YouTube でアップしておきたいと思います。